ツルニンジンは、気境下のツルセータ年層。東アジア一帯の森林に生育する。別名は、ジーソブといい、これは、類似シュバーソブに似てより大きいことによる。根は、銅花の気境や、リガネニンジンと同様に太く、ウコギ科のタネニンジンに似るということで、名がある。春に茎を出し、多物に巻きつきながら伸びる。茎や根を切ると乳液が出る。 夏から秋にかけ即死の先に花をつけ、下向きに開く。学園は大きく、果敢は釣り金状で、外側は白く内側は部分的に赤紫色に色づく。死亡界で果実は学園のついた果てとなる。釣り人参族は55種ほどあり、中国を中心に東アジア一帯に分布する。日本には他にバーソブがある。都道韓国では、 トドックといい代表的な山菜である。根を、キムチや揚げ物、和え物にし、わかめも食べる。野生品は少ないので栽培もする。写人とも呼ぶが、これは本来、釣り金人参属の呼び名である。日本ではあまり食べない。しかし、釣り金人参は、長野県などで、トドキとも言われ代表的な山菜である。トドックとトドキの名は、関係があるとも言われるが、確証はない。 また、高麗人参と同じような効能があると言われ、薬用にもされる。漢方では、鶴人参属の多種を含め糖酸と呼ぶ。鶴人参の中国名は擁乳、鶴人参の杭。ありがとうございます。